リーブルサッカーです。はい、ということですね。いや今日はほんと天気が微妙ですね。微妙ね、微妙なのに伝えんでいいわ。風がそう、風もね、うん、冷たいわけでもね、あったかくもほんとなんだろう、中途半端。ほんと例えるならカズくんかな。いや、うるせえわお前、なんで俺、まあ、言うと思った絶対。ちょっと今日はですね、まあ、最近 YouTube の急上昇でもちょくちょく乗ってて最中盛り上がってるチャンピオンズリーグ、ご存知ですか？ご存知ですよ。知らないわけないよね。知ってるよ。もうヨーロッパで言ったらワールドカップより人気なんじゃねえかぐらい人気な大会なんですけど、今回ちょっとね、あのチャンピオンズリーグで使用されてる公式球ですよね、準備させていただきました。おお、顔のデカさとかいらんよ。あ、こっちの小さい。俺のがちっちゃい。フィナーレマドリード、いやかっこいいでしょ。かっこいいね。ちょ、実際にこのフィナーレマドリードを蹴ってレビューしていこうかなと。大人気企画のサッカーボールレビュー。かっこいいな。いいね、蹴りたくないね、ちょっとかっこよすぎて。もったいない、うん、このコネクトと比べて、まあ、何が違うのかを蹴り比べてレビューしていきましょう。はい、いいっすか。いいよ。キックオフ、キックオフ。じゃあまず、はい、軽くリフティングしましょうよ。いきましょう。一蹴り目、はい、ピッ、おお、あ、なんかね、どう違いは。あのね、正直言っていい、うん、俺は分からん、まあ、まだ分かんない、はい、正直まだこの段階じゃ。これ新しいってのもあると思うんですけど、うん、新しいから滑り止めがちゃんと効く。もうコネクトとか俺らもうだいぶ使ってきたねえから、うんうん、滑るんですけど滑らない。でも赤だから見やすい。あ、分かるそれね、赤は見やすい。どういうの、はい、じゃあ最後、はい、シュート行きましょうか。行こうか。はい、ゴール。
しました。はい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 。うわこれってのがなんか若干軽い気がする。あ、やっぱり、いや、視野今あれやっぱり。あ、なんでよ。なんか、うん、ちっちゃく見えるな、コネクトの方が。あ、なんか受けた感じもこっちの方が軽い。軽い。入った。はい。ルパン三世みたいな声出た。はい、痛い。はい。はい。惜しい。はい。いやちょっともうだいぶ夜になっちゃいましたね、はい、まあいろいろねコートの時間とかあってあの入れ替わり立ち替わりで順番マッチしたらもう真っ暗になっちゃいました、ね、真っ暗な。フィナーレマドリード実際に蹴ってプレーしてみたんですけれども、うん、どうでした。正直言っていいですか、うん、これあんま分かんないです。まあまあまあただ俺も正直言うと、うん、コネクトとの大きな違いはあんまりないです。ただカズ君も言ってましたけどボールの重さかな。ちょっと確かに受けた時キーパーで、うん、コネクトの軽い若干コネクトの軽かったです、うん、なんかこっちの方がなんか縫い目と縫い目がもっこりしてますね。あー確かにね、ボコってね、この縫い目と縫い目、まあ、縫い目っていうかこの接合こうくぼみんところがこう盛り上がってんすよ、うん、でなんか蹴った時にもちもちするというか。ああ、ありません。もしかしたらこれの影響でなんか重く感じてんのかなと。ああ、はいはいはい。あと引っかかりやすいって言ってなかったっけ。あ、引っかかりやすかったですね、うんうんうん、この接合部分が結構コネクトよりも多いじゃないですか。あ、多いですね。これね星だからくぼみが多いんですけど多分これが引っかかってカーブかけやすいんじゃないかなと。あ、なるほどね、うんうん、俺の個人的な感想ではコネクトよりこっちのフィナーレマドリードの方が蹴りやすかったです。あ、本当。まあ、こっちはとりあえず重い少しっていうぐらいぐらいぐらい。俺こっちは好き。そしてこっちはかっこいいことだ確か。それはわかるね。はい、以上リーブルサッカー部でした。この動画が参考になったな。カーズ。あ、早い。カーズ。何やその喋り方。まあ、ちょっと引いたけど、うん、さっき汗でおでこテカテカやで。誰が歯ブラシをやってよ。っていう方はチャンネル登録高評価よろしくねえねえ、よろしくねえ、よろしくねえ、よろしくねえもこれだからずっといいやろこれ。グッすごいしつこいおじさん。グッドグッドおじさん、グッドおじさん黙れ。はい、終わり終わり。いや巣に戻りすぎやて。